新潟イクメン応援宣言。イクメンパパが働く会社は住宅リフォームの株式会社大堀商会。そこで住宅リフォームアテンダントを任される渡辺健太さん。そうですね、はい、2人目になります。はい、1人目もあの男の子で、はい、まあ、家の中はもう大変騒がしくというかなんか男の子ですすごい可愛いですなんか親バカみたいであれですけど、はい、いや本当2人ともすごい可愛くて、はい、あ、そうですね、あの妻もちょうどあの育児休暇というかあの家に今、はい、いて育児休暇中になります。そうですね、ちょうど1ヶ月になりますね。ただ妻の方がね第二子生まれてるからちょっと体の方まだまだ戻ってないので、あの体調の方がですね、はい、そこで、ま、今自分がフル稼働というか、はい、全面的にバックアップして、はい、一緒にやってます。あ、今実際あの自分の部下あの1名あの女性の方なんですけど、育児休暇中なんですね。であの男性社員としては私が初めてになります。はい、まあ、自分もまだ正直まだ取ってないまあこれから取るので、はい、まあまあ、どんなものかちょっと、はい、自分が先頭に立ってちょっとやってみてっていう形。はい、イクボス研修っていうのは、まあ、上司にあたる人が対象になるんですけども、やっぱり理解あるそういう上司でないと、結局下の、ね、部下とかが例えばそういうふうに行く時給が取りたいってなってもやっぱり言いづらいとか、そういうのも出てくると思いますし、その後仕事の段取りとか調整もうまく取れないと思うんですね。そこでやっぱり上司の方が率先してあの働き方変えたりですとか、あとその声掛けとかももちろんそうですけど、はい、まあ、そういうふうにコミュニケーションも図りながら、あのこう仕事もその家庭の方も、まあ、こう取りやすい、休みも取りやすい環境にしたりとかっていうことだと思います。はい、社長に聞いてみました。はい、会社ではやはりワークライフバランスということで、それを本当に進めていくためにはやはり育児休業がいつでも取れる体制にしていきたいということで、イクボス研修を行ったり、やっぱり管理職の意識改革をやっているということなんですけども、それっていうのはもう会社の経営戦略だというふうに思ってまして、やはりこれから問題になるのはやっぱりその労働者の人口が減ってくる中で、我々中小企業はやっぱり人に依存するところがあります。そういったところのある種の指標として男性の育児休業取得っていうのは向上していけば、ワークライフバランスっていうのはやっぱり達成している会社であるんじゃないかなというふうに思ってるんで、そこをやはり新潟県で一番働きたくなる会社の中では、働きがいがあり働きやすさがあり満足な待遇のところで、しっかりここは進めていきたいなというふうに思ってますね。はい、子育てとは、まあ、一緒に共同してあの生活していく上で、あのお互い、まあ、家族全員で成長していけることかなっていうふうに思ってます。パパにもっと子育てのチャンスを。私たちはイクメン応援宣言企業です。